はい、よろしくお願いします。今回は数三の数列の極限丸九無限逃避級数についてお送りします。で、まあ、前回無限級数やって、でここからちょっとね名前変わって無限逃避級数なんですが、まずこの4問を今回ねやりますので、ここで一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。でやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で問題に関しては前回の動画と同じですね。まあ無限級数、まあ無限逃避級数なんですけど、今回はの収束と発散を調べて、まあ収束するんだったら和を求めなさいっていう問題です。で無限級数っていうのは前回やったように、項を考えるんじゃなくて和を考えるものだよねっていう。でその中でも無限逃避級数っていうのは逃避数列ね、まあ無限逃避数列ですねの和を考えていきましょうっていうタイプなんですけど、ここはすごく覚えることがシンプルです。シンプルで、何を覚えるかっていうと、発散するか収束するかが一発でわかります。ここはで何を着目するかっていうと、やっぱり公比です。 R ね、公比 R で書きましょう。これちょっとこっちに載せておこうかな。このね、公比 R が小なり1です。つまり R がマイナス1から1の間に入ってるとき、こん時は収束します。これ決まりね。で逆にもう一個、絶対値 R が大なりイコール1、つまりこの範囲以外ですねに入ってしまったら発散しますよっていう。つまり収束するか発散するかだけだったら、もうさ、公比見たら一発で終わると。でしかももう一個あって、その時まあ、収束する時さ、和を調べろってあるでしょ。で和も公式が決まってて、和は 1-R 分の A です。 1-R 分の A、 これね覚えちゃってください。 R は公比です。 A は諸項です。 A はね、つまりこれ囲っときましょうか。つまりここに関してはこれを覚えておけばもう特に問題なしですね。だから、今からね確認していくのは、まあ4、2、1、2分の1ってなってるんですけど、まず公比からいきましょうと。一応 R でいっか。R でこれは4に何かけたら2になるかなって考えればいいよね。そしたら2分の1だよね。2分の1かければ2、これに2分の1かければ1ってなっていくんで、まあ公比は2分の1と分かりますと。つまり2分の1はマイナス1から1の間に入ってるんで、こいつは収束することが分かります。収束するっていうことは和を求めなきゃいけないから、じゃあ和を出しましょうと。で諸項はこれね、4、つまり1-R だから2分の1分の諸項4と、こうやって計算します。いいかな。で分母が2分の1ですね。1引く2分の1が2分の1分の4っていうのは、まあ、一応やってみようか。これ苦手な方いるもんね。こうなった時、これって、まあ、中学の時とか、まあ、小学校でもやるけど、5分の4っていうのは4割5ですよね。もともとこう4割5って割り算をこうすると分数になってるわけで、だからこれも同じように、まあ、4割2分の1って考えれば、割るを掛け算にすれば逆数になるから2、つまり8だよっていうね。まあ、こんなね、しっかりやらなくても全然構わないんだけどさ。まあ、一応計算上はこうなると。っていうことで、和もすぐ出せましたんで、答えとしては、収束し、その和は8と。これがまず1番の答えになります。では2番行きましょう。R をね、考えていくと、1に、ごめん、1に何をかけたらマイナス2になるかなって。これマイナス2ね、次。だからこれはもう1にね、そのままマイナス2をかければ、こうなるし、マイナス2にマイナス2をかければ4。4にマイナス2をかけるからマイナス8となってるんで、まあ、公比はマイナス2だと。つまり、マイナス1から1の範囲に入ってないので、こいつは発散すると。で発散の時はね、和は求められないので、これでも終了です。ではガンガン行きましょう。これですね、まあ、3がちょっと並んでるんで気持ち悪いですけど、はい、3に何をかけたらマイナス3かなってなると、これはマイナス1ですよね。これ公比マイナス1になってます。
で、公比が1とか、マイナス1の時ちょっとミスりやすいんですけど、イコールこっちに入ってるんだよね。ダイナリーイコールになってるから。つまり、1とかマイナス1は発散グループに入ります。つまり、こうなった時点で、3番も、発散すると。いいかな？で、4番はね、シグマが入ってるタイプにしました。で、これも、普通にやっていきます。まあ、まず、この形になってる時点で、コーヒー、思いっきりここだからね、マイナス3分の1ね。これコーヒーです。いいかな。で、マイナス3分の1っていうことは、上の収束の範囲に入ってるから、こいつは収束すると。ってことは、和を求める必要があるので、これは下、いや、右空いてるもんね。右行こうか。は、行きましょう。1、マイナス R。まあ、ちゃんと書くとこうだね。マイナス3分の1、分の初項。で、初項は N に1を入れた時です。で、1を入れると、マイナス3分の1の0乗。0乗は全部1になるから、2×1 で2。つまり初項は2ね。一応書いておこうか。初項。A1 の方がよかったかな。2。つまりこうなります。で、あとはこれを計算していくと、分母が1プラスになるから、3分の3、プラス3分の1だから、3分の4分の2。で、これをね、さっきと同じように計算すると、4分の6だから、2分の3か。で、こうなりましたと。だから、下、はい、OK。こいつは、収束し、その和は、2分の3と入ったよね。あ、OKOK、OK, OK。これ終了となります。なので、まあ、この問題だったらね、ほんと収束発散はこれで調べられますし、和も公式でいけるので、こんな感じでやってみてください。で、無限等比級数に関してはもうこれがすごく大事。収束するときの条件、発散するときの条件もセットで覚えてほしいんですけど、特に収束するときの条件に関してはよく出てくるので、まあ、和もそうだけどね、ぜひね、覚えていただけたらと思います。はい、という感じで今回はね、この4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。